はい、今日はさつまいものお世話をしていきましょう。このさつまいもご覧のようにもうだいぶ育ってますね。最初の方ちょっとしおれてて大丈夫かなと心配したんですけども、順調に育っております。さあ今日はつる返しをしていきましょう。こうやって、まずつるをひっくり返しちゃうんです。このひっくり返してやることによってここの、裏の火の当たってないところに火を当ててやるんです。そうすることによって、虫が出ていきますし、そして、太陽を浴びて、強くなるんですね。そしてこうやってこう根っこ伸びてきてますけども、この根っこが根付いちゃうと、まあ、ここに 芋ができて分散してしまうわけですね。ここに芋を大きく育てて、ここに栄養を集中させたい。だから、ここの根っこが根付かないようにこうやってする返しをしてやって、離してやるということです。これひっくり返して帰って大丈夫なんですかって思いますよね。これ大丈夫なんです。もう3日後には自動的に元に戻ってますから。それだけやっぱり植物の再生能力というのはすごいんですよ皆さん。さあ今日は9月の最終週、今日もまずはさつまいものお手入れから始めていきましょう。まずはつる返しです。まず周りの草をむしりつつも、こうやって埋もれているところに太陽を当ててあげます。おっとっと。さあ今日もさつまいものつる返しをしていきましょう。土と触れているつるの節から根っこが出てくるんです。どんなに荒れた土地からでも養分を吸収しようとさつまいもたちは必死なんですね。芋に栄養を蓄えずにつるばかり立派に成長して、芋がほとんどできないつるぼけ。お芋を大きくするためにつるを持って地面から引き剥がしてあげましょう。これ杉菜ですよ。杉菜これね、春になったらつくし生えてくるでしょうけどね。まあ、杉菜ちゃんもちょっとこうやってね、ちょっとむしりましょうか。これお茶にしたらすごい体にいいですよ。これ土が乾燥して、こんな乾燥した土でもちゃんと育ってくれるんですね。植物は偉いですね。いやー、こんなね、こんな火山灰のような土でもね、薩摩のね、土地を干ばつを生き残った薩摩も強いですからね。肥料をやらなくてもこうやってちゃんと育ってくれます。すごいな。ここが埋めていた点なんですけど、ここを中心にその、まあ、つる返しをしていきます。繰り返すような感じでこうやってもう何もないところに伸ばしていくような、そういう感じでね、みんなに日が当たるようにね。